か、マンシー弱体化最大の理由、満場一致で決定する。プレミアリーグ第10節が2日に行われ、ボーンマスとマンチェスターシティが対戦。この試合はボーンマスが2-1で勝利し暫定8位に浮上した。マンチェスターシティは2023年12月にアストンビラに0-1で敗れて以来、クラブ史上最長のプレミアリーグ無敗記録を継続していたが32試合でストップすることになった。ハイラインで中盤繋がらなきゃカウンターも食らうし、頼みのウォーカーも攻めんようにフルボッコにされればね。ウォーカーの劣化がひどすぎる。リコの方が圧倒的にいいレベルでひどい。ウォーカーはもうシティでやれるレベルにないな。こいつのせいで負けたと言っても過言じゃない。冬に新たな RSB 補強必須だと思うわ。ウォーカーに偽サイドバックの役割は無理。なぜか中央寄りにいたけど、オーバーラップしてベルナルドのフォローに行ってもっとポケットに人数かけた方が良かったと思うし、今日は高い位置で明らかに取りに来てるの目に見えてるんだからリコ早めに入れてビルドアップ活性化させたかったなとは思うけどね。これはひどいというか、まあずっと今季こんな感じというかなぜか首位にいただけ。主力は怪我人まみれ。ウォーカーはメンタル崩壊。明けは試合感取り戻す段階。負けるべくして負けたな。やはり離脱者がここまで来ればしてもそう簡単には勝てんな。ウォーカー頼りの守備はもう年齢的に限界。なんならギュンドアンもそこまで良くなかった。ベテラン二人が足引っ張ってると個人的に思うわ。ロドリ不在なんかよりウォーカーの劣化が一番苦しい。昨日の2失点目とか今までのウォーカーなら防げたはずだし。こういうチームにあっさり負けるのがシティって感じ。でまたシーズン後半になると異次元的強さになってる。